4月29日です。ちょっとツイッターで情報を見つけたんですけど、どうやら32年前の今日ってユニコーンさんの大迷惑が発売された日みたいで、それがなんとファーストシングルだったっていうの、あれって意外だなって思いましたっていうのと、爆竹さんのお話を絡めて、そういえば当時ってそういう時代だったんだねっていうお話をしようと思います。最近このチャンネルご覧いただくようになった方もいらっしゃるかと思いますので、自己紹介でもないんですけど、僕って1972年の早生まれっていうことで、まあまあ今49歳で、ユニコーンさんってやっぱり高校時代に直撃してるんですよ。でもちろんアルバムも何枚か買ってたりして、まあまあライトなファンなんですけども、僕ぐらいの同世代の方で分かっていただけると思うんですけど、メイビーブルー知らない人ってまあいないでしょう。ファーストアルバムのブームに収録されてる代表曲みたいなものですからね。それ見たら最高順位ブームってアルバム77位なんだって、すごい意外じゃないですか。メイビーブルーが収録されててユニコーンのブームったら、僕の世代だったら結構聞いたことある人多いと思うんですけど、でね、メイビーブルーがシングルじゃなかったっていうのも今にして思えば意外だし、セカンドアルバムのパニックアタックにしたって愛のアルーサーとかシュガーボーイとかペケペケみたいな曲入ってて、そこからもシングルが出てなくてっていうところね、当時の音楽業界そういうもんだったのかなって思うと、爆竹さんもそうですよね。まあそれこそインディーズの頃から考えると、ポップでメロディアスでアップテンポな感じでキャッチーなサビがあってっていう、いわゆる当時のシングルデビュー曲的なものって、ムーンライトにしてもフライハイにしてもマイアイズアンドユアアイズにしてもメモリーズにしてもインヘブンにしても、まあまあいくつかこれでデビューしてもおかしくないなと思うような名曲初期でもあるんですけど、そこら辺でデビューしてなくて、結局爆竹さんもジャストワンモアキスでようやくシングルデビューっていうことですので、その辺なんかちょっと今の感じだと不思議ですよね。今すぐシングル出しちゃうし、まあデジタルで今は出せるんで気軽に出せるようになったと思うんですけど、当時って不思議なことにミュージックビデオが存在してるけどシングルじゃないとか結構あるんですよね。なんでなんでしょうね、その辺の事情もしご存知の方がいたら、まあ、コメント欄とかで教えていただきたいんですけど、だからなんとなく当時サードアルバムでブレイクするっていうのがいろんなバンドでそういうパターンが多かったような気がしますね。インディーズ版をファーストと数えるかどうかっていう数え方にもよるかと思うんですけど、まあルナシーさんのマザーとかも、爆竹さんのタブーとかも、まあサードっちゃサードでしょうしね、という感じです。このチャンネルはですね、歯磨きの暇つぶしとか、山手線で2駅ぐらい移動する時の暇つぶしにご覧いただけるようなコンパクトな動画を目指してやってますので、自己紹介もご挨拶もせずに単刀直入に本題に入るっていうのを最近心がけております。で、前回アップしたひろしさんのキャンプに爆竹桜井さんが出演してた動画が、僕の動画にした視聴回数が多くてチャンネル登録者数もちょっと増えてるので、それを最新にしたいなと思って、すでに撮影してる動画2本ちょっと今公開しないで保留している状態で、今日新たに撮ったこの動画を上げることにしました。ではよろしければまたご覧ください。